バイデン家の E メール疑惑の暴露後、米国左派の大手メディアは報道せず、天才制限の姿勢は米国人の不満を買いました。ツイッターは、バイデン親子のスキャンダル報道内容と URL の天災を禁止したり、アカウントをブロックしたりしました。これを受け、米上院多数と院内総務を務めているミッチマ・コーネル議員は、報道を封鎖することは、検跡を受けるべきだとし、 米国には言論警察は必要ないと批判しました。米共和党全国委員会は10月16日、米連邦選挙委員会に意見書を提出しました。同意見書の中で、ツイッター社がニューヨークポストのバイデン親子の海外汚職スクープの投稿を禁止していることを批判し、同社 CEO と高級幹部は民主党とその他左翼事業に献金していると指摘しました。 その翌日の17日、ツイッター CEO、ジャック・ドーシー氏はツイッターで謝罪し、バイデン息子に関する報道と、その URL を封鎖するのは間違いであると書き込んでいました。しかし、ドーシー氏の謝罪後も、ツイッターは態度を改めていません。フォックスビジネスの18日付の報道によると、ツイッターはニューヨーク・ポストアカウントのブロック解除を拒否しているそうです。 解除の条件はバイデン息子ハンター氏に関する6つの投稿の削除です。